じゃあ僕ね、本質的にやっぱ異論があって、今の数学じゃそれ無理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 。だからそのブロックチェーンの数学そのものが、あのね、今盗まれてるのはもちろんブロックチェーンそのものじゃないですよ。ブロックチェーンそのものというのは一度書き込んじゃったらばそれは書き換えられないシステムですから。でも盗まれてるのはそのブロックチェーンの周りの部分なんで、本質的なブロックチェーンの数学上の問題っていうのがあるんですよ。細かいことは言わないけれども、ユーザーインターフェース同じのままでも中身はこれから数学上全部変えていかなきゃいけないっていうことは僕はずっと提案してるんだけど、まだ木内はそこまでやりたがらない。ぜひ聞きたい。じゃあその技術的な観点からオワコンかオワコンじゃないか、せーの、ドドドン。オワコンじゃない、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 オワコンだ。アンリさん、技術的にももう良くないっていう。いや、だから一般のこう、一般私みたいなこう知らないような人間が聞いて分からないようなことを理解しろと言われても、それは分からないレベルの話であったらもうダメじゃないかって。今日のテーマは一般に広がるか広がらないかですもんね、はい、うん、今の状態はまだまだその進化の途中といいますか、発展途上なんです、うん、で銀行よりも送金手数料安いとか、はい、海外送金の際銀行よりも早く使う、はい、ただ実際のところどうでしょう。時間もかかるしお金もかかると、まあ、もちろんそのビットコインの価格が上がったっていうのもありますが、基本的にはそういった技術的な更新やそういったところがまだまだ追いついてないというのがありますから、まだそういう意味では結論を出すには早いんじゃないのかなっていうのはありますね。 iPhone の中のチップをどういうものが使われてるかって私たち知らずに今使ってますよね。それと一緒で世界中のすごい優秀なエンジニアたちがこの技術をもっと一般に使いやすいように今改善している段階なんですね。まだまだこれは生まれたばかりの技術です。だから今後そういうふうに私たちが何の技術って気にしなくても使っていって楽だとか、そういったところで広がっていくと思うので、その技術面で絶対オワコンではないと。そういう意味で言うと技術にゼロリスクはないっていうのはある。でも抜本的な解決法はいくらでもあるんです。それももっと根本的な数学を変えていくんです。今はだから確かに安全じゃない、だから彼らの企業みたいなとか外回りをガンガンに守る、そして社内不正がないようなことをしていかないといけないけど、その間にやっぱり抜本的な数学まで直していくってことは真面目に考えないといけない。僕はずっと言ってるんです。ちょっとマニアックな、アメリカヨーロッパで結構聞いてもらってるんです。奥山さん、なぜか日本で聞かれない。いい、奥山さん、あのこの流出騒ぎの、あの元になってるのは別にそのパブリックチェーンの脆弱性の話ではなくて、要はあの各業者 の保管の仕方の安全管理とか、あの業者として のセキュリティ、ここがやっぱりその問われてるところがあって、要はブロックチェーンの、ね、上に乗ってる仮想通貨を取引するのに、先ほど友達さんが言ったようにやるときにはそれぞれの外にあるお財布を使ってやりましょうね、ところがそのお財布に手突っ込まれたらそこからもうノズルのように出ちゃったって話で、今週のテーマじゃないんですが、それは世界の、日本は資金決済を改正しちゃいましたけど、よその国は大体は仮想通貨の専用の法律を作るんですけど、その時大体は最低でも4種類のライセンスがあるんですよね。その一番上のレベルの業者しか日本では定義されてないんで、単なるブローカーから販売業からそういうのが全部一緒くたになっちゃってるんで、最初に日本で業種を作っていった中で、実は日本はブローカー販売業の人たちしか本来いないんですね、はい、本物のソフトエクスチェンジってのはないんですよ。にもかかわらずそういったブローカーとか販売になった瞬間に資金決済法じゃなく金融法で縛ってるようないろんな厳しいルールで最初から縛んなきゃいけない、それさえなかったってことです。その話の関連で言うと最後にこれだけちょっと案を聞きたいんです。あの何に使えるようになるんですか。いろんなことです、例えばそのアニメのねサークルのコミュニティがあったとして、そのコミュニティの中でやり取りするようなあのものはそこの中だけ あのトークンコインでやってくださいっていうようなものもあるでしょうし、例えばその自動車 あのマイレージというかの走行距離、これを管理するようなあのそういったようなやっぱりコンテンツ管理の仕組みがあってもいいですし、音楽著作権なら音楽著作権で今のやっぱり仕組みは不透明なので、例えばカラオケで1曲歌うごとにどれぐらいのやっぱりその著作権が発生するんだっていうのも、あの協会とかなんとかっていう話じゃなくて、普通にデジタルでやり取りすればいいだけ あの自動化できるものに関しては全部そういったものはあのパブリックチェーン上の仮想通貨に載せながらやっぱりコンテンツ管理とかしていくと、仮想通貨っていうのはブロックチェーン技術であり、ブロックチェーンっていうのはインターネット上のデータベースだと思っておいた方が分かりやすいので、そのデータベースにいろいろこれからアクセスするような時代になるよっていう中で仮想通貨って必ず必要なものなんです。ということで最後にもう一度、30年もすれば今その言われたように本当の円とかドルまで含めて全部そういったデジタル通貨変わってるんですよ。 そして日本が単なる単立の法律ではなくてね、資金決済法まで改正した最初の国なわけね。
そこで世界で一番最初の世界、僕アメリカヨーロッパのいろんな企業と話してるとものすごい日本に期待されてるわけ。でもまだ現状ちょっと足止まっちゃってもう簡単に言うとダメなブローカー業みたいなことやっちゃったけど、本当にエクスチェンジじゃなくってね。でその失敗で日本は今グワーッと遅れちゃって、もう一回アメリカヨーロッパが先行しちゃってるわけね。さあ皆さんにもう一度最後にお伺いしましょう。ビットコイン、含む仮想通貨はオワコンか否か、白か黒で上げてください。オワコンという方は白、オワコンじゃないと思う方は黒を上げてください。一斉にどうぞ。今までの討論を聞いて杉原アンリはどちらの札を上げるのか。